前回の動画でエントロピーについてアウトプットしていきました。えー、そもそも自己情報量ですね、こういったものがあって、えー、自己情報量自体は、えー、確率の低いことが、例えば隕石が降ってきて頭に当たるとかですね、えー、そういった珍しい事柄であればあるほど、えー、自己情報量は大きくなる。で、これに対してエントロピーというのは不確実性です。えー、これは えー、この自己情報量である −log2p の、えー、x ですねに、えー、px それ自体を足す、えー、かけるといった形になりまして、えー、実際に数字をこのようにですね、えーまあ、前回の動画で入れてみたんですが、えー、低い情報に、えー、珍しい情報であればあるほどその、えー、エントロピー自体は下のように大きくなります。 でそれに例えば、えー、珍しい情報ってことを分数でいうと、えー、例えば10分の1の方が珍しいですね10分の9。だからそれ自体をかけることになるので、えー、エントロピーの観点で考えるとですねだなんかまあ中間ぐらい例えば、えー、エントロピーでいうと、えー、ベルリン分布のエントロピーとかでいうと0.5の時が一番大きくなってでさっき、えー、言ったようにですね 例えば自己情報量にそれ自体の値をかけるのでそれ自体の値ですね、まあ、それこそ、P、ここで言うと、えー、エントロピーはそうですね px という確率を自己情報量にかけてでそ,のそれを1次元テンソルの分足し合わせていくみたいな形がこれの式になりますよね。 だから、シグマの計算出てますしね、だからこそ、その珍しい事柄であればあるほど自己情報量は値が大きくなる。でも、珍しい事柄をそこにかけてしまうと、値は小さくなりますよね。珍しくない事柄であればあるほど自己情報量は減ります、こっちの。 でそこにそれ自体の値をかけてしまうと、えー、珍しくない値が、えー、そうですね珍しくないっていうことは値が大きいということですよね例えば1000分の999これは珍しくないですよねでも自己情報量はこれ非常に多く起こることなので自己情報量自体は小さいでも小さいかける大きいなんてこっち側になるんですね でもこれ中途半端な1000回やって500回あるよつまり2分の1だよ0.5だよってところだとこの不確実性っていうのはエントロピーですねエントロピー自体は大きくなるといったそういった特徴があるのがエントロピーの特徴でしたまた正規分布ですね 連続確率変数である正規分布の場合、ガウス分布の場合分散が大きくなればなるほどこのエントロピーという値は大きくなるといった特性もあります。これが不確実性を表すエントロピーと呼ばれるものです。さて今回お伝えしたいのは交差エントロピーです。交差エントロピーとこのエントロピーの知識って非常に似ていますよね。前回たか,かもしれないですがここと、 ここさっき言ったように、えー、自己情報量でいうとここの部分かなっていうのを、えー、その値、えー、そ,のかそれ自体の確率にかけてあげることで不確実性を出せましたさあコーサイエントロピーの場合どうなるでしょう ?px まで一緒ですねでそこにログの qx が出てくるんですよこれがですね、えー 交差エントロピーと言われるものでこの交差エントロピーはですね機械学習のクラス分類、えー、ソフトマックス関数を通してそこから交差エントロピーみたいなのが、まあ、分類でかなり使われる、えー、方法ですがこの交差エントロピークロスエントロピーですね、えー、これはですね機械学習でかなり使われて非常に重要ですで、えー、これがログ ここでこのログの定が E の自然体数に表すんですよね。で、交差エントロピーにおいて、前回動画でも言いましたが、これが真の値で、これが予想値だった。そうなりますね。で、真の値っていうのはラベルですよね。で、これ、1次元テンソルで考えると、1次元テンソルってこういう横長の箱の中にいっぱい数字が。 横に入ってるでこう同じセットで1次元テンソルでこれは予想値だから上が大抵クロス分類が多いですよね00100でこれに対してえじゃあここに入ってくるのが、えー、例えば0.1で予想した値ですよここに出てくるのは1次元テンソ点0.05、えー、でえっ、ー、と0.60.6六えー みたいな感じでこう値が出てくるんですこれがクロスエントロピーに入れる最初の値と後の値ですね予想値の方を後に入れてあげるとで最初に入ってくるのが1とか0とかだったらここで一つ面白いことがわかりますよねというのもここで言いたいのは要はここが1実際のラベルここの部分が1の時しかこの答えってえー 値が出なないでですすよね0ににかかけても0になっちゃうからですだからこれさっきの言ったようにラベルが1か0だった場合でこのラベルが1の時にその時に予想値が1に近い形になればなるほどこのクロスエントロピー誤差というものは交差エントロピーの値はですね小さくなっていく。 似似ていれば似ていいばる分布が似ていれば似ているほどクロスエントロピーは小さくなっていくという特徴が予想つきますよね。<laughs> なのでこの式を使うだけでですねあのクロスエントロピーの値を出すことができる非常に便利な数値だと言えると思います。そしてですねこれちょっと注意が必要なのがもしここミニバッジ学習というものになった場合、えー、ですね 何、えー、て言ったらいいのにまずこのミニバッジに関してはまた今度お話しさせていただくんですが、まあ、そもそもですねこれミニバッジ1、まあ、つの今言ったような形でやるだけじゃなくて、えー、と全部に対して評価していくとあまりいい値が出せないことがあるんですよねなので細かくデータって分けてってあげてで一部だけこのように評価していく。 ある程度のかこ,れこれをバッチ学習って言ったりするの、ね、このミニバッチに分けてかやっていくと。でその時にこのミニバッチの場合はこの式がですねこんな感じで K D TKTNK ロまあこれは実際値、えー、予,想し予想の値がこの奥でこれが手前になりますね。 でここがちょっと予想の時がちょっと NK と YNK みたいな形で、えー、こっちで言うと PNK と QNK みたいな形でちょっと表現が変わるっていうのが特徴なんですが、まあ、このようにですねちょっとミニバッジ学習の場合はちょっと、えー、表現が変わったりしますまたこのクロスエントロピーって機械学習で予想する時にですねその評価の時にかなり使われます分類問題において。 で、ソースコードにした場合、この関数におけるこの関数の部分がありますよね。この、これもこれもまあ関数であるんですが、同じようにプログラミングもこう関数を定義することができます。で、この関数を読んで、この関数の要素をですね、それぞれ入れてあげると、 それに対して、リターンが返ってくるといった特性がございます。で、このリターンの特性を活用してあげて、ナムパイのサムで、えこれがこの式に対応してるのがわかりますね。これが p の部分が t になって、で、これ、ナムパイサムっていうのはここですよね。で、あとはナムパイログの y たす d。ここがちょっとわかんないですね。これ d に関しては、ちょっとこういった、まあ、何て言うんでしょう。プログラミングの性質上ですね。 あの入れななきゃいけないけものですえ微妙な値である、えー、と実装の際にですね微小な値であるこのえ d を、えー、足して計算しないと、えー、ナムパイログゼロのような、えー、場合が発生してしまうとですねもう、ま、あのマイナスナムパイのログゼロの括弧、えー ログゼロはですねマイナスの無限大を、えー、表してしまうのでちょっと計算が進められなくなっちゃうんですプログラミング上でなのでこの D を事前に定義しておいてこれ,こ,れこれをこの変数に入れてこの,この D ってやつだけでさっきのこれが入るんでこれちょっと微小な手足してあげるこれをおまじないをしてあげる必要があるんですねだからこれはちょっとプログラミングの性質上必要なんですがここ重要なのがナムパイログでこの式をこの 数式を表現することができるんですですすこれ Q の部分が Y t が答えラベルで y が予測値だった場合ですよこれ別に t とか y とか別の定義にもいいですこの前のソースコードによってここに、えー、入れる。 値はまあ別々になります。ただ一般的なルールとしてクロスエントロピー誤差をまあ自分で書く場合ですよライブラリ入ってたらもうクロスエントロピー使えばいいんですけど、まあ、もし自分で書きたいって場合があったらこの数式を思いつけばこのままこれに入れることができるといっ,ったのが必要でしてここまでですねなぜ自己情報量とかエントロピーとかクロスエントロピーとかをここまで長くちょっと時間をかけていたかっていうとですねすべてここにつながってきます。 まあこのような式でですね表されるのがまあクロスエントロピーの特徴だったりもえしますしソースコードで実際に今応用されている分野ですし機械学習を学ぶ方はですね絶対絶対に必要な部分です。でさらにこのケイルダイバージェンスでもですねえっとこれは画像先生の基礎になる数式になっておりますのでこの式もですね、えー 考える必要がありますここで面白いのが積分だったり、えー、積分でいう連続確率変数ですねあとは離散型確率変数のこのシグマであったりまあこういったところがですね、えー、出てくるといった、えー、ところがですねしかもなん,なんでこのタイミングで出すかっていうと非常に、えー、交差エントロピーとエントロピーをなんかに式がもうほぼほぼ似ていると。 見てくださいこれがこの上この上だけやるとこれエントロピーですよねでこれがもし分子に来ていたら交差エントロピーの式と一緒ですよねここが面白いところなんですこれによって二つの確率の分布を、えー、まあ義距離っていいますが非対称な義距離を測ると二つの確率分布の非,非対称性ですね、えー、これの義距離を測ることができる一つ二つの要素が どれだけ違うか、一方向から見ることができるのが、このケールダイバージェンスのいいところだと思います。でこれはですね、まあ、いろんなところに、オートエンコーダーとかですね、まあ、いろんなところに応用が効くものでして、非常に重要です。といったところで、ですね、次回はケールダイバージェンスについてアウトプットしていきたいと思います。今日は以上です。